渡り柿の養殖風景。渡り柿は、三重県北室郡北町愛賀にある、白石湖で養殖される柿。生産量が少なく、幻の柿の異名を持つ。木水湖の白石湖で養殖され、異足させや癖がないとされる。生殖では、さっぱりした味で、加熱すると味が濃くなる。広島柿などと比べると小粒であるが、濃厚な味わいで、甘みが強く、 グリ抗原を多く含む。グリ抗原含有量が多いため、カキの実は全体的に黄色味を帯びる。愛賀に近い大和瀬市すがり町で映画千年の湯楽を撮影していた監督の若松浩二はクランクアップの前祝いを遅刻してまで白石湖に立ち寄り、その場で渡りカキをたらふく食べたというエピソードがある。2014年時点で渡りカキの養殖業者は9件ある。 年間の生産量は資料によって異なり、13トン、20トン、30トンとされ、いずれにせよ30件の柿の総出荷量の1%にも満たない。渡り柿の渡りとは、愛賀地区内の地名である。渡りは、愛賀の中心集落からは、白石港を挟んで隔てられている。地元では、工房柿とも呼ばれる。渡り柿の産地である渡りは愛賀地区の一部であり、 愛賀が古ニシエの本村と呼ばれていた頃、万治2年に初めて住宅が建設された。古ニシエの本村の一部でありながら、長子川、船津川流域の木材、新丹の集産地として賑わい、これらを輸送する海鮮のための宿も建つなど、古ニシエの本の本村よりもやや繁盛していると、貴族風土記に記された集落である。当時から良質なカキの産地として認知されており、 安永年間には本格的に養殖を行っていたという。同じ三重県で本格的な養殖が始まったのは、マト柿カキが1928年、裏、村カキも1929年頃なので、養殖の歴史は渡りカキの方が長いが、盛んに養殖されるようになったのは同じく昭和初期である。また、江戸時代には伊勢神宮の別宮である、多機玄宮へ、 毎年12月に献上していた。白石湖の養殖イカだ1950年の引本湾の柿養殖イカだ数は、三重県全体の24.8%を占め、県内では阿護湾に次ぐ一大産地であり、浦村柿の生浦湾、的や柿の的や湾よりも規模が大きかった。また、的や湾へ種きを供給していた。1970年代前半に、 養殖イカダの大数型のため渡り柿が十分に育たないという事態を経験し、移行魚バリオーへの養殖業者の意識が高まった。生産量が少ないため、長らく地元消費がほとんどであったが、2000年代、後半より知名度の上昇で、名古屋や東京への出荷量が増加傾向にある。しかし2006年度は、ノロウイルスの流行で柿の出荷量が例年の3割、 単価が4割に落ち込んだため、養殖業者15県が共同で渡りカキ祭りを企画した。祭りは2007年2月11日に開かれ、業者の予想の5倍となる5000人が詰めかけ、カキフライは祭り開始からすぐに完売、用意された3万個のカキも売り切れた。カキを3個で100円など低廉な価格で販売したため、会場には長蛇の列ができた。 2008年2月10日には、第2回の渡りかき祭りが開かれ、約7000人が来場した。白石湖と船津川、その手前に長子川の川口部白石湖は、三重県北室郡紀北町、愛賀の北東にある湖。地元では、コーラとも呼ばれ、貴族風土記には、コーラの入り海と記されている。旧三山町役場の調査によれば、周長3500メートル。 水深12メートル、東西幅400メートル、南北幅1500メートルである。長子川と船津川が運搬した土砂の堆積によって、形成された石富湖である。木水湖であり、熊野灘由来の海水と大台山系由来の淡水が混ざり合う。潮の緩慢によって、頻繁に塩分濃度が変化し、大雨になれば、水深5メートルまで淡水となり、 元の気水に戻るまで1から2週間かかる。本州最南端の柿養殖庫であり、水温は、冬季でも平均摂氏14度あり、ノロウイルスが発生しやすくなる摂氏10度を下回らないため、ノロウイルスは発生しにくい。また、三重県では、唯一の柿の養成、違いを採取できる水池である。渡り柿は、災難から、種病の育成、養殖、 出荷まで全て白石湖内で完結する。柿の養成を採取できる産地は限られており、日本国内でこうした一貫生産体制をとる産地は珍しい。渡り柿の違いを他の産地へ移して育てることはできるが、他産地の違いを白石湖で養殖することはできない。白石湖は頻繁に塩分濃度が変化する気水域であり、柿は身を守るため固く殻を閉ざし、 グリコーゲ原を溜め込む。またこの時カキの殻についたホイヤなどの付着生物は死滅するため、コナカの栄養分がカキに十分に行き渡る。渡りカキの生産は7月にカキの子供を採取することから始まる。妖精はプランクトン状態であり、ルーペで拡大しながら探し、養殖業者でもゴミと見誤ることがある。違いの状態で養殖用に出荷することもあり、石川県など 寒冷の産地へ出荷する。違いを、秋口からロープに吊るして、湖中に沈め、翌年の秋から冬にかけて出荷できる大きさに育つ。ロープに吊るす水深は、塩分濃度の変化を見極めながら上下させる。養殖に使う、イカダの数やイカダに吊るすカキの数は、制限があり、狭い漁場に与える負荷を軽減する取り組みが行われている。 出荷時期は11月から3月中旬であり、特に身の締まる2月が旬である。出荷前には紫外線で殺菌する。例年、出荷作業は12月が最盛期で年明けから、半月ほど経過すると落ち着いてくる。生産量が少ないため流通先は地元がほとんどで、あるが、一部は名古屋や東京の飲食店へ出荷される。築地市場には出荷されていない。 出荷作業が終わる春には、イカダの修繕や、細病のためのホタテ貝を海中に吊るす作業を行う。愛がのある寿司店では、カキフライや焼き牡キといった一般的な料理のほか、郷土料理、カキの握り寿司を提供している。寿司に使うカキは甘辛く煮付けたもので、溶辛子を添えて出される。郷土料理としてのカキの握り寿司は1940年にはすでに存在し、 正月や祭りなどの晴れの日の食事として重宝されてきた。別の寿司店では、気北町観光協会が開催する気北ラブ飯で初代グランプリを獲得した渡り柿のひつまぶしを考案し、帰省自動車道気北 PA 市新テラスでも2017年から提供を始めた。渡り柿のひつまぶしを食べる作法はうなぎを使ったひつまぶしと同じである。地元の養殖業者は、 生のままス醤油で食べるのが美味しいと語っており、肉の代わりにわたり柿を使った柿カレーにする過程もある。加工食品としてオイル付けなどの瓶詰め商品も生産されている。ありがとうございます。